では定刻になりましたので、第5回目の計算科学技術特論 A を始めていきたいと思います。本日も、名古屋大学の上基盤センターの片桐先生に講義していただきます。第5回目はプログラムのコースト化の応用ということで講義していただきます。ではよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、第5回の、プログラムの高速化の応用ですが、私の担当分の、5回目で最後になるんですけども、今まで紹介した、技術とか、MPI とか OpenMP を使って、プログラムを高速化するときに、どうしたらいいかで、アドバンスとな、内容について、紹介しようと思います。で、まず最初にですね、一連の講義でも、いくつかチューニングについて、詳しく担当される先生もいますけども、その初歩的なところとして、性能チューニングをする場合にどうしたらいいかということですけど、最初におそらくですね、皆さんやることは、当然コンパイラの最適化を、頼って、チューニングすると。で、特にですね、並列化をする場合で、スレッド並列化をする場合に、自動並列化コンパイラーということを、使って、並列化したりするんですけども、ここで注意はですね、やっぱりコンパイラーっていうのは、そんなに過信してはいけないというところがあります。で、その理由はですね、並列化できるようなアルゴリズムを使っていてもですね、書き方が悪いと、自動並列化をやってくれないというのが一つなのと、あと、普通の逐次の最適化も、阻害することがあるので、実は計算機の中身が分かっていないと、コンパイラを使って、コンパイラの最適化を頼って早くすることもできないってことがよくあります。でですね、最近はそうではなくなったんですけども、実はベクトル計算機っていう計算機が過去にありまして、そこで開発したコードを、最近の、スカラ計算機とキャッシュに載ってるようなところの、計算機に持っていくと結構不都合が生じる例があって、特に昔の、レガシーコードを使っている場合には最適化がよく効かないっていう事例がよくあります。で、その一つとしてはですね、一つのループ中に書かれている式がとても多い傾向があって、で、ベクトル計算機非常に力のある能力の高い計算機なんで、ループ中にいっぱい式が書いていても、メモリからのデータアクセス能力が高いので、速くなって、しまうと、速くできるということが多かったんですけども、スカラ計算機では、紹介したようにですね、ループ中に書かれている式っていうのは、なるべくレジスタに置こうとすると。で、そのレジスタが無限大にあればいいんですけど、絶対そういうことではないので、あるところでレジスタが足りたくなって、メモリにデータを吐き出すというコードを生成しやすくなりやすく。なりますので、性能が低下するってことがよく起きています。で、ここもですね、本来コンパイラが頑張ってある程度、直すことはできるんですが、やはりちょっとでも複雑なコードになるとできなくなりますので、後から紹介するそのループ分割という方法を、人間が手でやらないと速くならないというコードが結構あるので、そういう観点で、コードを見ていく必要になり、あの、ことが、あの、しないといけなくなります。で、先ほど言った自動ヘル使っていうのは、適用できれば便利なんですけど、特に過信してはいけないところがあって、で、これは当然かもしれませんけど、自動ヘル使はですね、ループの並列性が自明にあるものを、並列化してくれるものなので、もともとのコードが、並列化できないものは、絶対に並列化が、されたものが出てこないということがあります。で、もっと言うとですね、書き方に依存して原理的に並列化できるループも自動並列化ができないことがあって、その理由の一つはですね、ループの開始と終了値が、例えば1から100と書いてればいいんですけど、そこにですね、変数が使われていて、その変数が待機変数とかになっていると、コード解析ができなくなって、ループの並列化ができないというようなことになったりするので、ループのコード自体が実は明確に書かないと、自動並列化でも、並列化してくれないということがあります。で、あとですね、言語的な特徴から生じる問題もあって、例えば C 言語では、引数の中に、関数コールの中の引数にデータが依存あるとすると、その関数の中の式っていうのが実は並列化できないと判断されるんですが、言語仕様的にですね、最悪を見通して並列化できないと判断される場合は、原理的な並列性があっても、
まあ、並列化してくれないということがあります。でこれはですね、まあ一般的なことなんですけども、自動並列化コンパイラーっていうのは、逐次コードを自動で並列コードに書き直すコンパイラーではないんですが、皆さんこういうふうに誤解しているので、ここ過度な期待をしてしまうということになるところが、チューニングで気にしないといけないことになります。で例えば先ほどの C 言語の例だと、なんか関数コール FO っていうのがあって、まあ一般的に ABC とか与えて、中に普通の行列席書いておくと、この行列席っていうのは I に関する並列性があるんで、ここだけ見ると自動並列化 I のループでしてくれることになるんですが、言語的にですね、ABC の配列を同じ、まあ、アドレスに指定することもできるので、この場合だとですね、ABC 間に、まあ、依存ができてしまって並列化ができないと、最悪の状態は言語使用上あり得るため判断すると。その時は自動並列化が動かないわけですね。で、普通のコンパイラーはですね、これは ABC が同じ配列、アドレスが指定されることを想定して自動並列化するのでできないということになります。まあ、ですのでユーザーがやれることはですね、ディレクティブもしくはコンパイラーオプションで依存がありませんよっていうのを与えない限りは、自明に並列化できるコードも自動並列化してくれないということがよく生じていますので、これもですね、知っておかないといけないことです。なので、まあ、結局結構コンパイラーの中身とか、書き方の詳細をしてないと、そのコンパイラーの最適化というのは機能しないという一例になっています。で、あとはですね、まあ、自動並列化とかする場合は、スレッド数が今の計算増えてくるっていう話を何回もしていますけど、まあ、低スレッド並列、2から4スレッド並列向きのコードと、16スレッドを超えるようなコードの書き方というのは全く、異なることが想定されるので、どちらで使うのですかというのが明確にならないと、まあ、最適化ができないということになります。で、一般的にですね、コンパイラーっていうのは実行前にユーザーが使うスレッド数って知ることができないんで、まあ、平均的なスレッド数で、まあまあな性能のコードを出すしかないので、そういうふうになっていますから、完全に高い性能を出すためには、こういう事前情報というか、実行時に取得できするような情報を使わないと、まあ、できないことになります。で、特に並列数が増加すると、ループ長が短くなって、まあ、これによってですね、スレッド並列の効果がなくなるということもあって、この場合はですと、もうそもそも論で言ったら、並列性がない処理の対象に対して並列しているので、ダメなわけですね。だからいくら頑張ってコンパイラが自動並列化しても並列性が出ないので、これはユーザーの手によって、例えばループ融合っていう方法でループ長を長くしないとその性能が出ない行動にもなります。ですので、まあ、まあ、自己時にならないとわからない情報っていうのはスレッド数もそうなんですけど、あと問題サイズとかもそうなんですけど、まあ、そういうのがあるので、まあ、過信はできないっていう、こういう情報を明らかに与えていかないと、一般的には高い性能を出すことができないという状況になります。で、あとですね、まあ、当然ながら、あるベンダーの提供したコンパイラーで、すごい最適化してもですね、他のベンダーの提供のコンパイラーで、まあ、同じようなことで速くなる保証は全くないと、最適化のやり方自体が違うので、全くないということになります。で、これは、まあ、一般的には、まあ、知られているんですけど、あまり指摘されないことで、要は性能のまあ、過半性ですね。いろんな環境に持っていったときに、高い性能を維持するという、まあ、性質がないっていうのがまあ問題です。で、この分野はですね、実は自動チューニングっていう分野で、まあ、従来からあるコードを、まあ、レガシーコードをハードウェアおよびソフトウェア環境が変わっても高い性能を保持することという概念、これ性能の過半性と呼んでるんですけど、これを達成するための、まあ、研究している分野がありまして、その一つが、まあ、その自動チューニングの分野です。もしくはですね、これソフトウェア工学というと、普通は大規模な、ソフトウェアをバグなく作る技術なんですが、まあ、それに加えてですね、性能を、まあ、保持したまま、大規模な大規模もしくは高い性能のコードを作る分野っていうのがあって、まあ、ソフトウェア性能工学ですね、ソフトウェアパフォーマンスエンジニアリングっていう分野もあります。で、これは特にですね、HPC っていうよりかは、実は組み込みソフトウェアの分野で、まあ、やられてきたものなんですが、まあ、HPC の分野でも当然これは必須でして、まあ、いくら大きいプログラムがバグなしに作れても、性能が出なかったら使い物にならないのが HPC の分野ですから、実は性能っていうのを、まあ、
実行性能とかそういう性能を、まあ第一に置きつつ、バグなくプログラムを作らないといけないという意味において、こういう分野の研究は重要になります。で、まあ、ソフトウェア開発国でかつですね、ソフトウェアの開発コストを低く保つわけですから、まあ、チューニングの枠組み自体もちゃん考えないといけないし、まあ、あとある種チューニングのためのコードを自動生成するとか、まあ、あとはですね、実は探索問題になったりするわけですね。どんなコードがいいのかっていうのを、まあ、探していく技術っていうのが必要ですので、パラメータ探索とか、あと性能自体のモデリングおよび、まあ、探索ための機械学習っていうのも、まあ取り入れて、チューニング自体を、まあ、科学にすると。工学とか科学にする分野があって、まあ、これがまあソフトウェア自動チューニングの分野になっています。まあ、こういうような感じで、まあ、HP の世界ではこの性能化反省というのはかなり重視されて、研究開発がされているという状況にもなっています。で、まあ、ちょっと変わりましてですね、皆さんが持っているコードを、実際、まあ、早くしていきたいという場合に何をまずしないといけないかというと、自分のコードのホットスポットと呼ばれる重い部分を認識しないと、まあ、チューニングはできないということになります。で、これは何かっていうと、3つ、まあ、主にあるんですけども、ホットスポットには。まあ、1つ、まあ、よく出てくるのは演算時間が、すごい時間を占めている。演算時間が多いものは演算時間ボトルネックの、コードで、これは演算を早くすることでチューニングすると。で、それに、まあ、加えて、もしくは、演算は大したことないんだけども、ほとんど通信をしているような、ソフトウェア。この場合は通信時間ボトルネックで通信時間を削減しないと速くならないということになります。で、まあ、従来はこの1、2について、着目することが多かったんですが、最近ですね、機械学習とか、まあ、そうでなくてもシミュレーションをやって、結果をいっぱい出す場合は、この IO ボトルネックというものになります。でほとんど時間を IO で占めていると。でこの場合も IO 時間を削減しないと速くならないんで、まあ、考慮していかないといけない。まあ、いずれにしろ自分の、ソフトウェアが どこにこう、まあ、一番ネックになっているのかのを知ることが、重要になります。でですね、まあ、重い部分ホットスポットをどうやって評価するかということですけど、まあ、一般的にはですね、計算量ですね、ここの、処理は計算量が非常に多いんで、重いだろうというのがあって、まあ、大体ざっくりは当たるんですけど、実は思わぬところにホットスポットが出ることが多いです。でかつですね、チューニング状況、まあ、どこかを速くすると他の部分が足を引っ張るようになってくるんで、チューニング状況に応じてもホットスポットはどんどん変わっていくという状況があります。で、あとですね、計算量が多いと思っても、まあ、問題がサイズが小さくてキャッシュに乗ってしまうような処理をやっている場合は、実は、演算時間があまり占めていないこともあります。で、あと通信が、まあ、そんなにないだろう、通信量が少ないからないだろうと思っても、通信回数が多いとここが実はネックになって通信まあ、時間が多くなることがあります。で、あとですね、IO が小さくても、実は実行している計算機は IO がちょっと弱い計算機であるとか、あとこれはスーパーコンピューター特にそうなんですけど、一人が占有して使っているわけじゃなくて、他人が同時に使っているんで、他のユーザーが非常に重い IO をやっていると引っ張られてすごい遅くなることが偶発的に起こったりすることがあって、まあ、こういう場合はもう IO が遅くなったりするという問題があって、まあ、実際この実行環境のを調べてみないと、どこが一番重いかっていうのは分からないことが多いというのがここでの問題です。で、まあ、この例はまあ当然なんですけど、最初はもう全体時間がほとんど演算時間になっていて、ここを早くすると演算時間がぐっと縮むと、次は心理時間がほとんど占めるようになるので、まあ、こういうような状況は常に見ておかないと、まあ、思い込みではどこが一番重いか分からないということが、まあ、よく生じます。でですね、まあ、ちょっと、まあ、どうやってこれを、まあ、見つけるかっていうのは後から話すとしてですね、自分のプログラムが、演算ボトルネック、演算が重いという場合に、まあ、どう対応すべきかというものが書いてあるんですけども、まあ、一般的にはですね、コストの一番低い方法で対応するのがいいので、まあ、演算ボトルネックの場合はコンパイルオプションを変更して、まあ、例えばプリヘッジとかソフトウェアパイプラインが強化できるような、コンパイルのオプションがあればまずそれを試してみると。
で、もしくはアンローリング、タイリング、これはブロッカーの一種なんですけど、それが強化できるようなディレクティブ等がコンパイラーで提供していれば、まあ、少ないコストで、早くできる可能性があるので、まあ、コンパイラーオプションの変更をとりあえずトライしてみるのが一番手っ取り早く、なります。で、それ以外は、まあ、本質的な改善をしないといけなくて、使用しているアルゴリズムを変更して、計算量が少ないものを採用する。もしくはですね、アルゴリズムを変更してキャッシュ最適化向きのものを採用する。で、これは一般的にブロックアルゴリズムというもので、この講義でも、まあ、後ろの方に行くと数値計算のアルゴリズムで、まあ、それを変えることによって、ほとんどまあ、演算をキャッシュに置くような、ようにできるようなアルゴリズムが一番あるんですけど、そういうようなのに変更してキャッシュ最適化に向くような形に変更すにすると演算ボトルネックが解消できることがあります。もしくは非常に高い効率で計算できるようになって高速化されるということがあります。で、まあ、あとこれをやって、まあ、最後にまあやることはコンパイラが自動で行うようなコードチューニングを手で行うっていうのがあって、まあちょっと示したアンローリングとかですね、まあ、連続アクセスの向くっていうのは、まあ、比較的まあ、最後にやるべきことですね。そういう意味では、まあ、コストもあるんですけども、先にアルゴリズムを変更するとかの方が優先して、やるべきことには、なると一般的には言えます。で、以上が、まあ、演算ボトルネックの場合に検討する手段ですけども、で、次にですね、まあ、通信時間が重い場合何をしたらいいかと。で、これは2つあって、1つは通信レイテンシーが主要因、要は通信関数が多いようなことが分かった場合にやるべきことは、これ、細切れに送っていると通信をまとめるしかないですから、何か頑張って通信の回数を減らすと、2回分を1回にまとめて送って、内部でまた展開するような書き方をすると、早くなることがあります。で、あとはですね、もう通信をせずにですね、冗長した計算量増えるんだけど、通信時間回数を減らすために冗長な計算をしてしまって、通信回数を削減すると、早くなることがあります。当然計算時間は増えるんですけども、通信時間が減って、まあ、トータルで早くなるということもあります。で、あと、まあ、やることと最後としては、もう通信をしないといけないというふうになった場合においてはですね、同期的に通信すると遅いですから、非同期通信、なるべく、計算をしながら通信できるような通信パターンに書き換えるというのが、最後にやることになります。で、まあ、もう一つの、通信量が主要因の時はですね、これは1回あたりの通信データ量が多いって場合になりますから、この場合はですね、まあ、そもそも通信しないために冗長計算、これとはもう似たような話、同じ話なんですけど、計算量を増やして通信を減らすというのが一つのやり方。で、もう一つ、もうデータ量が多いんであれば、もう送る通信方式を早くするしかないので、より早い通信実装方式に変える。まあ、例えば、計算機によっては、まあ、リモートダイレクトメモリアクセスという方法があって、この方式によると効率が高いんであれば、こちらに書き直すことによって、通信時間を高速化できるという余地がありますから、こういうのを使う。で、さらには、十分な計算時間があるんであれば、送っているデータの最中に計算するように非同期通信に書き換えると。まあ、このような方法が考えられますので、まあ、どれか試していくということになります。はい。で、次、IO がボトルネックだった場合、これはですね、まあ、実はやることはだいぶ限られてくるんですが、一つはですね、高速なファイルシステムを使うというものがあります。で、計算機、スパコンの中によってはですね、ファイルステージングっていう、まあ、並列処理用のファイルシステムが使えるような、計算機があって、それを使ってやると、まあ、早くなることがあります。もしくは、まあ、高速なファイルシステム自体が提供されている場合、例えば SSD を使ったIO があるとか、バーストバッファとかそういう機能がある場合は、それを使うような API とかを入れて、利用すると、ファイルアクセスが早くなって、IO ボトルネックが解消される可能性があります。で、まあ、これを、まあ、使ってもダメ、もしくはなんか、使えないって状況になるとですね、まあ、これが一番よくやられてるんでしょうけど、データを間引いた IO を削減すると。
実際も毎回、毎タイムステップで、結果を出さないといけないのを諦めて、2回に1回とか3回に1回に減らして、使う。で、実際の問題として、アプリケーション屋さんはこの方法で大体対応していることになるんですけども、こういうことをするしかないと。で、あとですね、システムによってはですね、OS 関係のシステムパラメータを変更すると速くなることがあって、これもちょっと聞いてみたら試した方がいいんですけど、IO にはですね、ストライプサイズっていうのがあって、どれだけデータを書き込むかの単位があってですね、大規模データを1回だけ IO する場合はですね、ストライプサイズを大きくすることができると高速化できる、可能性があります。ですので、システムでこういうストライプサイズの変更ができて、さらに大規模データを1回書き込むんであれば、このような変更をすると、速くなる可能性があるので試してみる必要があります。で、あとはですね、4番目として考えられる方法は、より高速な IO 方式を採用するっていうことで、特に MPI とかって並列化をしている場合はですね、MPI プロセスごとに何かファイルに別名を付けて同時に IO することが多くて、これは分散された IO なんで、いいってはいいんですけど、やはりプロセスが多くなると非常に多くのファイルができてしまうと。で、これを防ぐにはですね、実は、大規模ファイル用の、IO とか API がある場合はそれを使った方がよくて、例えばパラレル IO とか MPI IO っていうものがあると、これは複数のファイルを一つに見せる技術で、この MPI IO とかの実装がちゃんとできていると非常に効率的に、ファイル IO が、管理できるし、時間も早くすることができるということで、こういうような高速ファイルシステムの、ある IO を使ってみるというのも一つの、チューニングの方法になります。という形で、いくつかですね、方法があって、どれかを試すということになっていくと思います。で、さて、じゃあ、ホットスポットをどのように知るのかっていうと、これもやる方法は大体2つぐらいしかなくて、1つはもう自分のプログラム中にタイムを仕込んでおいて、時間を見て調べる。普通の、よくある、シミュレーションのソフトウェアで、ちゃんと作られているものは、実はタイマーが仕込まれているんで、大体どこの時間がかかっているのは分かるような、機能を提供しているんですけど、これ自分で調べるというのと、あと、計算機で提供されている性能プロファイラーを使うという方法があります。で、その演算ボトルネックかどうかっていうものを調べると、性能プロファイラーが提供している場合は基本的にはこれで調査ができていて、で、そのか、全体のどこの箇所が、重いっていうのが分かりますとですね、その場所、例えばループとかに、さらに詳細プロファイラーってものをかけると、ハードウェア情報、例えばキャッシュのヒット率なんていうのを調査できるんで、実際キャッシュが外れて遅いかどうかっていうのはこれで調べることができます。で、それでここが悪いっていうふうに場所を見極めることができると。で、こういうような、プロファイラーは各社、提供していて、富士通社の基本プロファイラーとか、日立社もあるし、いろんな会社のものがあるんで、そういう、対象の、スパコンの、ものを使っていただくということで、調べることができます。で、一方、通信ボトルネックも、これはプロファイラーの基本機能によって、提供調査ができることがあるんで、これも、使っているスパコンメーカーのプロファイラーを使うことが、多いと。で、あと IO ボトルネックを調べる場合なんですけど、実はあんまり IO ボトルネックについては、調べるようなプロファイラーが提供されていない、ことが多いです。で、ですがですね、スパコンベンダーによっては専用のプロファイラーを提供している、もしくは関連する、プロファイラーが調べられることがあって、例えばクレー社のプロファイラーは、こういう機能があるんで、そういうのがあれば使ってみて、実際どのぐらい IO の性能が出ているかを調べるということが、一般的にできます。で、あと、その他注意することはですね、分散の IO になっていればいいんですけども、IO を行うためのデータを、例えば MPI である場合は、プロセス0に集積して、プロセス0のみが IO をすることで、分散出力を避けるというプログラムが、実装されていることがあるんですが、これはデータ集積のために、例えば MPI ゴールギャザー V などは使われるんですが、当然ながらこういうことをやると、
収集の時間、通信時間も増えるし、IO のための、まあ、非常に大きなファイルを同時に1個で書くことになるので、まあ、そもそも論で言うと、まあ、大規模、長並列向きではない実装になっていることがあります。で、そこの場合はもう完全に分散して、このエンペアウォールギャザーを外すしかないような実装になるので、こういう実装になっていないか、まあ、調べてみると。いうのも一つの、まあ、見方に、なります。で、まあ、先ほど言ったようにですね、まあ、要はプロセスごとに並列にできるようになっていればいいんですが、まあ、それやるとですね、その MPI の個数分だけファイルが出てしまうんで、その後の実はポスト処理が非常に、大変になるということが今普通なんですけど、まあ、それを避けるためには MPIO とか、まあ、なんか何らかの、プロセスごとに、IO ファイルを見せない実装等で工夫するしかないので、まあ、どちらかになるんですが、こういうところも踏まえて検討していくということになります。で、まあ、ちょっと実際はどういう、まあ、性能プロファイリングがあるのかというのを、まあ、スパコン等を使ったことない人はイメージが湧かないと思いますから、簡単に、まあ、紹介していくと、まあ、これはですね、先ほど言ったようにプログラムにおいてどの箇所もしくは手続き関数に時間かかっているか、調べないことにはチューニングする意味がないわけですね。なんで、まあ、3つの手続きがあって、1つの手続きが100秒ぐらいかかっていて、他は10秒1秒だと、この手続き A ってところをチューニングしないと全体の速くならないんで、まあ、そもそもから言うと性能プロファイルがしないといけないと。で、性能プロファイルを使うためには一般的には、まあ、スパコンを使っている場合スパコンメーカーが提供していますから、そういう、プロファイラーを、まあ、使うということになります。で、使い方はですね、まあ、多くの場合はその会社のコンパイラーと連携しているので、コンパイラーオプションで、プロファイラーを取るかどうかを指定して1回実行すると。で、実行するとですね、なんかログファイルができるんで、そのログファイルをもとに専用のコマンドを、まあ、入れると解析されて、プロファイル結果が出てくるというような手順で、使うことが多いです。で、どのような、まあ、性能が出てくるのかは、これはプロファイラー自体によるんですが、まあ、一般的に出てくるのは全体時間に占める割合が出てきたりとかですね、全体時間とか指定時間に対する、まあ、計算能力、メガフロップスとかギガフロップス値が出てくる、もしくはキャッシュヒット率 を調べたり、負荷バランス の度合いとか IO 時間とかが出てくることが、まあ、多いです。で、あと、まあ、これはノード内性能といって、まあ、内部の性能なんですけど、ノード間の MPI の通信についてはですね、まあ、通信のパターンを見るようなものもあるんですが、まあ、通信量とか通信回数も専用の多くは、その専用の、まあ、GUI で見ることができる機能が、提供されていることが、まあ、あります。で、まあ、ここはちょっと一例ですから、これは、まあ、Kコンピューター、型富士通 FX10、FS100 の例を紹介しますと、まあ、富士通コンパイラーでは、まあ、性能プロファイラー機能があって、富士通コンパイラーと連携して、まあ、指定すると使うことができると。で、基本プロファイラーっていうやつは、プログラム全体で最も時間がかかっている関数を見るためのプロファイラーで、詳細プロファイラーっていうのは最も時間がかかっている関数とかループ内の、まあ、指定部分において、ハードウェア情報であるメモリアクセス性能とかキャッシュヒット率を見ることができる機能です。で、使い方はですね、まあ、コマンドがあって実行時に、まあ、FIPP-C っていうのを指定して、なんかログを取った後で表示コマンドを、こういうコマンドを打つと解析結果が出てくると。もしくは専用 の GUI を入手してそれで見るという形で基本プロファイラーを使うのと、詳細プロファイラーはまあどこをループとかその場所を指定するかはもう分かっているので、それをまず何らかの API で、その場所を指定した上で似たようなことをすると、細かいそのキャッシュのヒット率等が見れるような機能が、あります。で、もっと使い方ですが、まあ、例えばまあ、ログを入れるためのプロフっていうファイルを掘って、こういうような、ジョブスクリプトですね、実際の処理を依頼する、スクリプトの中で、MPI の実行前にこういうようなコマンドを打つと、入れると、出て実行すると、ログが生成されて、まあ、テキストでこういう打つと結果が出てくるというような使い方です。で、まあ、これは実際の例なんですが、まあ、こんな形で、まあ、出力が出てきて、全体の時間の、においてですね、どれぐらいの、まあ、それぞれの、まあ、主要箇所が何パーセントを占めているのか、どれぐらいの時間をかかっているのかとい
という情報が出てきます。で、まあ、これがそうなんですが、一応コンパイラと連携しているためにですね、これ、まあ、例えば1行目から45行目っていう行の情報がまず出てきて、1行から45行目のメイン関数内の時間が 65% を占めていると、まあ、こういうような形ですね。これちょっとまあ簡単なプログラムなんであまり出てこないんですけど、普通のプログラムだといくつか出てきて、その分布を見つつ、どこが一番重いのかを、まあ、これで見極めることができるというツールになっています。で、あと詳細プロファイラーですが、まあ、富士通の場合は、専用の API、これはフォトラの場合は、関数、手続きコールでどの、対象箇所を調べますか、でこれスタートとストップというのを入れて、同じようなことをすると、その対象箇所について、詳細な情報を、取ることができます。で、使い方はまあこんな形になっているんですが、まあ、どんなイベントを取るのかっていうのを指定して実行すればいい形になっているのと、あとまあ専用のこういう API や GUI を入手した上で結果を見るというような使い方になっています。で、まあ、見れるものは、まあ、キャッシュ滅率をここにあるようなものが見えるわけですが、まあ、特にですね、これ実際に K コンピューター FX10、FX100 を使う場合は、実はこちらの詳細プロファイラーってあまり使われていなくて、まあ、一番使われているものがですね、ここに書いてる、もので、Excel 形式で、全体のピーク時間とか、メモリースループット、ギガバイトパー秒とかを見る、まあ、ツールが提供されていて、こちらを見て、対象箇所の、性能を解析するってことがなされています。で、これまあ K コンピューター使う方、もしくは FX10100 を使う方ですから、限られているとはいえ、まあ、こういうものがありますから、これを使ってみて、実際本当にキャッシュが外れているのか、メモリの転送性能はどれぐらいなのかっていうのを、解析するっていうことが有用、チューニングには有用であることが、あります。これは、まあ、あと全体に占める割合で、スレッドごとの、まあ、比率ですね、どういう時間に、どれだけかかってるかっていうのは、こういうグラフィック表示で見れるようなものが提供されているんで、こういうものを使うというものが一つプロファイラーのやり方としてあります。で、以上がざっとしたところで、まあ、自分のプログラムの、まあ、結局まあ、ボトルネックを分かっている場合、まあ、これは自分で全部作った場合は分かっていますが、まあ、そういう人はだいぶ今減ってくる、状況によっては全部開発できなくて、フリーソフトウェアを使ったりすることもあるんで、まあ、そういう場合でもまあプロファイルを取れれば、まあ、どこが悪いかというのが分かりますから、それをまあ見極めた上でチューニングを高速化していくということになります。で、この場合にですね、先ほど言ったような、まあ、ループ分割とか、ループ融合とか、そういうような、まあ、やり方があって、実際、こういうことやるとどこまで速くなっていくのかという事例を、まあ、いくつかの実際のプログラムに対して適用した例を紹介しようと思いますが、まあ、ここで、まあ、対象にするのはですね、まあ、静止の 3D ってやつで、これはまあ、東京大学の古村先生が開発した地震波のシミュレーションプログラムです。で、これはもう3次元のシミュレーションで、まあ、有限差分法に基づいているものです。で、まあ、ちょっと特徴的なところはですね、これはまあ、妖怪法なんですけども、実は結構なんていうか、作業領域が多いプログラムになっていて、まあ、最大問題サイズっていうのは、32GB で3次元だから NXNYNZ で2ごろ2ごろ128ぐらいしか取れないわけですね。で、これはまあ、これだけは、小さい 32.1MB 分なんですが、他の、まあ、なんていうか、作業力が多いんで、これ以上は取れない感じになります。そうするとですね、メインのサイズがこの 32MB ぐらいだと、まあ、結構キャッシュに乗ってしまうという状況があって、実はあまりキャッシュブロック化とか効かないような状況になっているソフトウェアになります。まあ、これが一般的かどうかは分かりませんが、こういうような結構作業力を取る、ような、プログラムだと、メインの計算領域っていうのがあまり大きく取れないから、あまりバカでかい計算には実はなっていないってことも
あります。で、先ほどの近年の、まあ、マルチコア計算機の傾向というのをこの、授業の方ではいくつか紹介したんですけど、この L3 もしくはラストレベルキャッシュというのが非常に大きくなっている傾向があって、この 32MB ぐらいしか取らない問題だとこれに乗ってしまう率が上がりつつあります。まあ、例えばあのハズエル EP ですけど、これラストレベルキャッシュ45メガあります。で、 FX100 は24メガあって、まあ、ほぼ近いので、まあ、ラストレベルキャッシュに 乗ってくると。で、さらに次世代デバイス、これはあの近、まあ、今年発表されてはいるんですが、インテルの 3DX ポイントといわれるストレージクラスメモリーではテラバイト級の、メモリが乗ってくるとですね、まあ、こういう問題を全部あのそういうところに乗っちゃうわけで、場合によってはあのキャッシュもしくは純キャッシュに乗っちゃうと、まあ、単にキャッシュのブロッカーをやっておけばいいっていう話ではなくなることが想定される。いう状況になります。まあ、いずれにしろですね、こういうサイズの時にどうやって、まあ、チューニングしたらいいかっていうのをまあ見るとですね、まあ、これはプロファイラーで、全体の性能をとってみると、まあ、こんなような、これは FX100 の上でやったものですから、先ほどの富士通プロファイラーでやるんですけども、まあ、このようにですね、上の例えばこういう関数が 17% 全体の時間を占めているとか出てきますから、まあ、上からまあチューニングしていく、見ていくということになります。で、一つ見てわかることは、この手の、まあ、いわゆる溶解法ってやつはですね、1箇所が9割を占めてるわけじゃなくて、いろんな場所にこう散らばってるので、全部チューニングしないと全部速くならないという、ものになって、それなりにチューニングが大変なんですけど、まあ、こういうアプリケーションになってるのもまあ普通ですから、まあ、比較的分散している計算場所をそれぞれチューニングしていくということに、なります。で、より詳しく見ていくと、通信時間のところで、まあ、全体ではこの場合だと、まあ、60秒かかっていて、全体 12% ぐらい、かかっている通信の、詳細な部分がこれが出てるんですけども、この49から192行っていうのはこの、まあ、ルーチンになって、これがですね、まあ、通信時間が 50.3 秒で、演算プロファイルからこの関数自体は 87.4 っていうの時間がかかっているので、見ますとですね、これは 57.5% が通信になっているような、このサイズでは、問題になっていると。だから比較的通信がまあ大きいということなんですが、で、中にコードを見るとですね、それ以外何があるのかっていうと、実はあの通信に関わるルーチンなんではあるんですが、通信時間ではなくて、通信する前にメッセージをあの、まあ、パッキングする送るための準備をする部分が 42.5% も、かかっている、いわゆるコピー時間っていうことがあの調べると分かったと。で、同じように、次にある213行目から353行目を見てみるとですね、今度はですね、82.2% が、この時間の 82.2% が、まあ、メッセージのパッキングと言われる、ものおよびあの受け取った後に、まあ、実際の計算領域に書き戻すコピー時間ということになって、実はあの通信時間が重いと思っていると、こういうコピーとか、する時間が重いということがあるので、注意な、ことがあります。で、まあ、あと、プロセスごとに見ても、まあ、通信管理の時間はそれなりに重くなっているというのが、このプロファイル結果で分かると。で、まあ、まあ、あと計算部分を、先ほどあの出てきたものを順に見ていると、例えば、まあ、このような、仕様なカーネルですね、あのアップデートストレスという部分があって、これをまあ早くすれば、全体の 9.8% に寄与するような、計算になっているとか、2位はこんなような計算っていうのが分かりますから、ここを、まあ、それぞれ早くしていくというフェーズになります。で、まあ、ちょっと戻るとですね、一番重かった、一番時間がかかっているこの、ループはこんなような、構造になっていて、まあ、いわゆる30ループになっていて、中にまあそれなりに式が書かれているという、まあ、まあ、こういう、まあ、全体的に言うとこんなような構造になることが、こういうあの有限差分法で多いんですけど、こういうことを早くしていくことを考えます。で、ここで言う、あの、まあ、話すのは、このループ中の式が多いと、あの、レジスターが溢れるから、こう、ループを分けろと。いう話があったんですが、これはですね、ループ分割という手法なんですが、その理由は先ほど言ったようにレジスタから追い出されるデータがあるコードになって、一般的にスピルコードと言われます。で、このスピルコードを防ぐ目的にループを分けるというの、まあ、最適化の手法になります。
であとはですね、この三重ループに対して行う方法としては、これは一般的に外にオープン NP 等の指示文があるので、1個外側のループに対して実は並列化がかかる、何もしないとかかるような形になっているんですが、これ NZ というのは Z 方向のメッシュの分割数で、この NZ が小さいとですね、スレッド並列化が効かないという問題が生じます。でその時にやることは、ループの融合、ループをまとめて1個の大きいループにすると。いうことで、やり方が30ループなんで、いくつか考えられるんですが、まあ、一つはですね、一次元ループ化、これはループ消滅と呼んで、ループコラプスという方法になるんですけども、まあ、この30ループを一次ループ化にして、非常に長いループを作ることによって、OpenMP の並列性を高めるという方法です。でもう一個は、これもまあループの消滅なんですけど、二重ループにする。外の2つをまあくっつけて、長くして、中はそのままにするということです。で、この、なんでこれをやるかなんですが、実はですね、まあ、コンパイラの最適化を考えると、最大のループは連続にしておいた方が、コンパイラによる、そのパイプライン抑制による、パイプライン の促進によって、最適化キックコードが出ることが多い。ですから、最内はまあ連続アクセスにして、外はスレッド並列のために長くするという方が、比較的最近の計算機では早いということがあるので、この二重ループ化をすると良いという可能性がある。なので、いずれにせよこの2つを考える必要があります。で、ちょっとループ分割の例を見てみると、このコードの場合は、このループは分割点を1個決めて分けるといい。のですが、分けれますということですね。で、あと、ループの一次ループ化ですね。これをするためには、三次ループを、一次ループ化にして、あとはそれぞれの計算できるように、インデックスは、この一次ループから変更するようにすると、非常に長いループ。NZ だけだったのが NZ×NY×NX という非常に長いループを作れるので、メリットがある、スレッド並列化するときにメリットがあるというループが、作れると。であと、二重ループ化だとこの最内は残しておいて、なるべく、コンパイラーに連続アクセス性があるってことを分からした上で外の並列性を使うときに、長いループが作れる、二重ループ化というのが考えられます。このような組み合わせで、いろいろ、コードを試してみるとチューニングができると。で、あとですね、これも、コンパイラーの最適化で、パイプライニングの、適用を、促進させる方法で、この定義と参照の距離をなるべく長くするとか、なるべく近くに置いてコンパイラーが再利用できるようにする。といいってことがあるんですが、このコードの場合は、ここに移動しただけでなんか5割ほど速くなるとかあるので、やっぱりこういうような、並びもコンパイラが頑張ってやるとすぐ諦めるんですが、自ら分かった上でこういうようなコードに書き直すと速くなることがあります。ですので、最初からこういうコードを書いておくというのが一つ、最適化の方法でもあります。であとですね、このコードによっては先ほどの、分割とあったんですが、この QG っていうところの計算を下の方で使う場合にですね、単純に分けちゃうと、この QG が使われなくなってですね、逐次の計算と異なるということになるので、こう、コードを分割すると、こういう QG みたいな再計算が必要になることがあります。その場合は、もう、自明的に書き直して、再計算をすると。で、ここで分かると思いますが、こういうことがあるんで、一般的にコンパイラー自動でこういうとこを分けれないわけですね。こう分けると、計算量が増えるんで、こういうような、最適化はコンパイラーできない、ユーザーの指示がないと限りできないですから、これはもう分かった上で人間が手で、分けるしかないような最適化になります。で、あと方向としては分け方もですね、これ30ループあるんで、全部完全に2つに分けてしまうような、方向もあるってことで、これいくつか組み合わせがあって、それについて、コード分割の事例っていうのを、このコードを見ても試す余地があるということになります。で、全ての
組み合わせを考えると、ここでは先ほど示したすべての組み合わせを、まあ、考えると7通りぐらいあって、まあ、最初何もしないで30ループを書いてコンパイラーに、最適化すべて任せるものを、まあ、1番とすると、まあ、外側 i ループ分割 j ループ分割 k ループ分割と、この2に対するループ分割を行って20ループ化したものというものと、1番に対して、まあ、10ループ化したものというような形でいくつか組み合わせがあって、まあ、ここでは7通り、作って、速度を調べるという、ことを、やりますと。でこれも、まあ、計算機によるんですが、ここでは FX10 ですね、東京大学の FX10 で、先ほどの7通りを、調べてどのぐらい速度が変化をするのか、スレッド数も1から16まで書いてみると。で、まあ、結果はこれですが、まあ、この計算機の場合はこれはどの実装が一番どんな計算機でも早いということはないんですけども、この FX110 の場合は、まあ、全てのスレッド数で、4番の実装ですね、これは、まあ、元のものに K ループ分割のみにしたものが、まあ、早いことになりまして、まあ、大体元のものに対して5割増しぐらいの最適化による効果が出ているということになります。でこれはまあこういう形なんですけども、要は2つに完全に分けちゃって、まあ外側をまあ OpenMP で実行するような形がこの問題サイズでは早い。で何回も言いますけど、これが全ての計算環境で早いわけではありません。当然FX100 に持っていったら変わるし、インテルの計算機でも変わりますし、あと問題サイズが変わっても変わるでしょうということで、まあその実行環境ごとにやっぱりこういうチューニングをしないといけないんで、まあ、非常にコストがかかるわけですね。だからこういうコードを自動生成して自動で調べるっていうのが、先ほど示した自動チューニングって分野があって、まあ、このチューニング作業を自動化して、あらゆる条件で速いコードを選ぶという研究が進んでいると。でここでまあちょっと一般的な話にするとですね、まあ、今 KNL とミニコア計算機があるんですが、そこに出てくる傾向で30ループで3次元の溶解法を走らせてよくあることなんで、それに対して一般的に言えることは、まあ、何も考えないで外側を、まあ、OpenMP とかで並列化するって普通やるんですが、その時に何も書かないとですね、その並列性は先ほど示した K ループの長さで決まってしまって、この問題は、NZ の Z 方向の分割数しか並列性がない行動にこのままではなります。で、OpenMP の場合は、スレッドの、まあ、オーバーヘッドを考えるとですね、この長さの2、3倍長い、スレッド数よりも2、3倍長いループ長を、書かないとですね、性能が出ないってことが大体経験的に分かっています。で、例えば KNL ですね、GeonPhy の KNL で68スレッドを使うとすると、NZ は140から210以上取らないと、まあ、性能が出ない。わけですね。でハイパースレッティングで272スレッド並列するんであれば540、810ということで NZ をバカでかくしないといけないんですけども、実は先ほどのメモリ制約からこんな大きい NZ は取れないので、このままでは並列化失敗するということになります。ですので、先ほど示したようなループ消滅ですねを、自分で書く、もしくはですね、OpenMP にはコラプスっていうコマンドがあって、それで自分で指定できるんですけど、それをしないとおそらく多くの、プログラムは性能が出ないことになりますので、注意が必要だと、こういうような例から分かることになります。で、あとはですね、これ実際KNC ですね、これはKNL の1個前の、GeonPhy のもので8ノードで測った例というものがありますので、これもまあ経験的な性能として見ていきますと、これも先ほどのセーシム 3D 実行タイムステップ2000ステップで8ノードで、まあこれネイティブ実行ってそのまま動かすやつですねをまあやった場合にいくつか考えられるものを動かしています。でここで注意はですね、これ、ハイブリッド MPI オープン MP 実行になっていますから、いくつか組み合わせがあって8ノードで4ハイパーフレスティングすると、まあ、8ノードの中
で、8個の格納で1個の MPI を立ち上げて、1個の MPI から240スレッドで実行すると、一番あのスレッド数が大きいハイブリッド実行からですね、まあ、いわゆる PIMPI に向かっていくように、まあ、スレッド数、1つの MPI プロセスから派生するスレッド数を減らす組み合わせいくつかありますと。でこれでまあどうなっていくのかということをまあ見ていきますと、まあ、ここでちょっとあの、スレッドあたりの、ループの長さっていうのはあの均一ではなくて、実はあのデータの分け方で変わるんで、まあ、ちょっと変わってますよと。スレッドあたりの、ループの長さは、まあ、こういう形になっているという情報がここに書いてありますが、まあ、性能チューニングですねした結果、これはあの全体で先ほど示したような、いろんなループの分割の、ループ分割とかループ融合をすべて調べて、早くした場合の性能向上比、元のものに対する性能向上比が、いくつかの、このセイシム 3D の部分においてどれだけ性能差が出るのかというのを調べたのがこれなんですけども、まあ、見てわかりますように、このジオンファイになってきますと、かなりチューニングの効果が出てきて、まあ、一番重いアップデートストレスというところで大体5倍ほど速くなっていく。でこれはですね、先ほど指摘したようにループの、融合あの融合というかループの消滅をしてループ長を長くしないと並列性が出ないというのと、まあ、あのループ分割による最適化の相乗効果で、このような、性能差が出てくるという例がありますので、やはりチューニングする効果はバカにならないということになります。で、ジオンファイの場合はですね、最初このコーダーはまだ先ほどの入れと変わってこんな風になって、まあ、外側二重に、まあ、ループ消滅して、あとはそのままっていうのが実は早かったんですけど、まあ、このようにですね、あの、まあ、変わるわけですね。最適なコードどれが早いかという事例で変わります。という形で、まあ、この手の、まあ、典型的に、まあ、近い、溶解法、有限要素法の有限差分法の、まあ、溶解法のコードでも、まあ、こういうようなチューニングして、速くしていくということが一般的には、されています。で、あとその他の、まあ、最適化では、先ほどのセイシム 3D のケースだと、これ前回の、講義で話しましたけど、スレッド数をあのスレッハイブリッド MP やオープン MP の実行の形式を変えるだけでも性能差が出てきますから、これもチューニングポイントになります。ですので、まあ、これは決めつけずですね、全て調べて早いところを取るだけ、これでかつ、そんなにあの、これをするために、コードの書き直しというのはしていない、実行の形態変えるだけなんで、それだけでこんだけ性能差が出てしまうので、いろいろ変えて、最も早い実行スタイルを決めるというのがチューニングのやり方になります。で、今 の, その最新の計算、最新鋭の計算機である K2C でもこういうことが生じてますので、一つのチューニングはこのハイブリッド MPI の形式、オープン MP の形式実行の仕方をまあ調査するっていうのが一つ今考えられる、チューニングになります。で、あとですね、まあ、やった事例でどちらかというとこれはあのもう、違う考え方でカーネルを作っていくことなんですけども、実はあのセイシム 3D っていうあの、まあ、ソフトウェアは元はもうベクトル計算機、あの NEC の SX 向けに特化されていて、まあ、ざっとプログラム的には最初に速度に関する4次元スキームっていうのを各次元漫画なんか読んで、モデル境界処理やって、リープフロックスキームによる溶解法発展、まあ、こういうような行動で実装されていました。でこれ見て分かりますように、こう関数コールが多くて、まあ、配列に対する読み出し書き込みが多いんで、まあ、いわゆるバイトパワーフロップス、1フロップスあたりのバイトっていうのは非常に高いコードですね。 1.7 ぐらいの、コードになっています。でこれはですね、まあ、NEC の SX シリーズみたいな非常にあのメモリと、レジスタ間の、転送能力が大きいいいものであれば、このぐらいのバイトフロップスがあっても性能が出てしまうんですが、まあ、いわゆる普通のスカラ計算機になりますと、このコードだとそもそも論から言ったら性能が出ないコードになっているので、これ自体を使うと、まあ、コード分割とかコード融合しても、まあ、限度があるというものになります。でそこでですね、これはちょっとまあ矛盾するようなんですが、まあ、もっとですね、ループ中の式を増やすことで、今度はあのバイトパワーフロップスを減らす実装ができるのであれば、そちらの方が効果が、あるという状況になりますので、ここはあえてその、ループ中の式を
増やして、元のコードに対してバイトパーフロップスを減らすような、実装の、やり方を考えるということで、早くすると。でこれは2つあって、まあ、単純に1個のループ中に先ほどの3つの処理を、まあ、詰め込んだものを実装1と呼んでいて、でこの実装1の欠点というのがあって、これはあの実はモデル強化の処理のところに if 文が入るん で、で if 文が入るとその計算機の性能的にこれは悪いというのは一般的に言える。これはあのだから、内部で言うとですね、 if 文があると、どこに命令をまあ、動かす場所アドレスを決定できないっていう問題があって、最適化を阻害するので、なるべく if 文がない方がいいというのが分かってるんですが、なるべく if 文がなるようにまあ内部の式を詰め込んでバイトパワーフロップを減らした実装にっていうまあ方法が考えられます。まあ、おそらくこれは SSM3D に限らず、こういうような差分法の溶解法ではまあ作り方として汎用的な考えで作れるというものなんですけど、まあ、実際こういう考え方で、計算を変更してみると。で例えばこんなような行動になって、まあ、1ループの中に非常にあの3種類のですね、先ほど示した3種類の行動を書くことになるんですが、これはですねあのバイトパフロップスが実は 0.4 まで落ちている。そうするとこのバイトパフロップスが落ちたことによる、音域があって、速くなる可能性があるコードになると。まあ、ただしですね、モデル境界の処理があって、そのためにこの if 文がこれはもう避けられないですから、まあ、コンパイラーの最適化を阻害する恐れがあるコードになります。ですので、まあ、この if 文をなるべく、まあ、取り除くことを考えるんですが、モデル境界の処理はまあ避けられないので、モデル境界の処理がない部分のメッシュには相当する計算だけを、先にやってしまって、あの if 文を外して、モデル境界の処理があるところだけ別ループを作ると、まあ、最初のループは、かなり高速化が達成できるだろうということで、さらに高速化が期待できるコードになると。まあ、コードは複雑になりますが、このような最適化が、考えられるので、こういうようなもともとの、書き方を、変える。で、かつ今まで示したようなループ分割とかも、まあ、入れるということを、してみると。でこれでちょっとまあ速度の、検証をしたものがこのアップデートストレスの、ジオンファイの結果ですけども、ここで青字で見えるところ、これはあのオリジナルの先ほど冒頭で示したループ分割と消滅して、まあ、オリジナル の、 そのベクトル計算機向きに、やった最適化は速くなるには速くなるんですけども、まあ、これぐらいだったのに対してこう実装変更してですね、まあ、これ多分あの先ほど示した3番のコードに、あのではなくて、この2と3で適する一番速くなる実装が変わるんですけど、あの、まあ、2か3のコードで一番速くなるコードに変えると、まあ、より一層速くなるということになりますので、まあ、このような変更をすると、より効果的になるということが確認できています。というように、まあ、いろいろこういう最適化はあるんですが、こういうのを試す。もしくはですね、先ほど言ったオートチューニングって技術を使うと、こういうようなコードの、まあ、選択処理も自動化できるので、自動で、まあ、適する状況で最適なコードを選ぶということが、できるようにはなりつつあります。で、まあ、次引き続きましてですね、通信最適化の方法の実例を、ちょっと紹介しますと、通信最適化をする場合に、まあ、重要なことは、先ほど冒頭で言った、小さいデータ、あのデータを細切れにして送っているのか、1個だけを、まあ、非常に大きなデータを、まあ、送っているのか、自分のアプリケーションがどの部分に入るのかっていうのを、まあ、認識しないと、どうやって最適化するかが決まらないということがあります。で、これはですね、例えば横軸メッセージサイズにとって、縦軸通信時間をすると、まあ、ざっと見るとですね、赤いような、通信時間がかかる、ようなモデルで考えることができていて、まあ、おそらく数百バイト以下の小さいサイズはですね、あのメッセージサイズに言われるとほぼ一定の時間がかかるような、まあ、領域があります。でその後では、まあ、徐々にこの比例して、時間がかかるようになっていく。で自分のプログラムがですね、まあ、対象するのなる計算機において領域1にあるのか領域2にあるのか、これをまず知らないと最適化の方法が変わりますから、そういうどちらに入るのかというのを調べるということが必要になります。で、領域1になる場合は、これは先ほど言ったように通信レンテンシーですね。
メッセージを転送する時間だけじゃなくて、通信のセットアップの時間がほとんどですので、やれることは通信回数を削減しないと早くならないので、細切れに送っているデータをまとめて1回にしない限りは、早くならない、アプリケーションになります。で、一方、非常に大きいデータを一発送る、一発というか数回送るようになったと、計算、その転送時間がほとんどになってくるので、メッセージサイズを削減するような努力をするしかない。これは冗長計算して計算量を増やしてでも、メッセージサイズを減らすような努力をするしかないということになります。で、経験的にはですね、多くの数値計算の、処理は実は領域1になっている可能性が高いです。でもっと言うとですね、数値計算の中で反復解放と言われるものはですね、内積計算は絶対やりますから、内積計算をやるってことは、並列計算において、倍精度1個分の、リダクションを行うので、ここになるわけですね。それが反復ごとに何回もあるんで、非常に小さいサイズの、情報を、通信していることになります。で、例えば連立方程式の中の、の解くための反復解放 CG 法というのがあるんですけど、これは1回あたり3回ぐらい内積があって、1反復で、これが何千反復とかあったりすると、ほとんど、内積の、この領域の、処理になるので、普通にやったままだと、早くならないと。で、ここでですね、反復解放の反復の、時間を軽反復に1回内積するようにすれば、通信回数が軽分の1に削減されて、通信時間も早くなるということが、できますので、実はこういう形で軽反復分を1回で、内積、もともと言うとこの中で行列ベクトル式やってるんで、軽反復分の行列ベクトル式を1回にして内積を減らすという方法が今考えられています。で、これは通信回避 CG、コミュニケーションアボイディング CG っていうので、今活発に計算されているんですが、単純にやってしまうだけだと、これ丸めの誤算の影響で収束しなくなりますから、いろんな方法を駆使して収束しつつ、警戒にうちの1回だけ内積計算をまとめてするような計算方法に書き換えることで、超並列のプログラムを作るというのが今、研究されていることになります。で、先ほど言ったのはアルゴリズムを変える場合なんですけど、アルゴリズムを変えなくてもですね、同期点を減らすことが、高速化に、つながります。で、これはですね、ランク1からランク2に送るときに、ランク1がセンドしてランク1がレシーブするときに、センドするまで、レシーブが返ってくるまで待っていると、こういうふうに通信待ち時間というのがあって、同期点があって、全体の時間を伸ばすんですが、これを非同期的に行うことに改善できると早くなるわけですね。このときに、MPI で使う、関数がノンブロッキング関数というものがあって、これで、早くするという方法が一つ考えられることになります。で、ここ簡単に、ノンブロッキング転送の例を紹介しますと、例えばこれはプロセス0からプロセス、全部のプロセスに何かデータを送るときに、同期的に送ると、0を送るときには1が、レシーブが終わるまで待たないといけない。で、1から2に送るときは2が終わるまで待たないといけないということを全部やった後で、次の計算に移る場合は、見て分かりますように、同期待ち時間が非常に多くなってしまうような最悪な通信パターンを考えるとします。で、これは明らかに悪いのは、同期してるから通信、受信待ちが増えてるわけなんで、それを減らしたいと。で、この時に使うのが、ノンブロッキング転送というやつなんですが、で、これ注意はですね、ちょっと言葉の説明すると、MPI におけるそのブロッキングっていうのは、どういうことかっていうと、送信受信側のバッファ領域にメッセージが収納されて、受信もしくは送信領域のバッファ領域が自由にアクセス、上書きされるまで呼び出しが戻らないっていうのをブロッキング、と言います。だから、実は相手先に伝わるんじゃなくて、あくまで通信のバッファに、保存されるまで待つというのがブロッキングです。で、ノンブロッキングはですね、送信もしくは受信側のバッファ領域にデータを、の保存を、保証せずですね、すぐ呼び出しが戻るような、ものです。で、これはちょっと待ってよってことになるんですが、これは送ってる最中に誰かがその、誰かって自分のプロセスが、バッファに書き込んだらおかしいデータを送るようになるんじゃないかと、その通りでして、システム側はバッファ領域上のデータの一貫性を保証しないものです。で、誰が保証するかというと、ユーザーが保証する。絶対、
データが書き終わったところをチェックして、自分でデータを、まあ、再度入れるように書くようにするしかないけど、まあ、うまくやると非同期に行えるというのがノンブロッキングです。まあ、あとローカルとノンローカルって言葉があるんですが、まあ、これはあんまり、使わない。手続きの完了がそれを実行しているプロセスのみに依存するのをローカルと。でノンローカルは、操作を完了するための別のプロセスと何らかの MPI の実行が必要かもしれない。最悪必要であるというのをノンローカルと呼びます。でこうするとですね、あとですね、MPI 実は4つの通信モードがあって、普通に MPI 線路と書いた場合は、この標準通信モードになります。でこれはノンローカルの処理でデフォルトです。でこれはですね、送る場合を考えると、送出メッセージのバッファリングは MPI に任せるという方針なんで、システム上、バッファーがある場合は、相手の受信起動前に、プログラムが、に戻ってきます。だから相手が受信やらなくても、実はバッファーがあるときには、すぐ戻ってくるというのが標準、通信モードです。でバッファリングされないとき、これはバッファがないときはですね、相手の送信、相手の、送信が完了するまで、受信が発行されるまで待つということになりますので、実はバッファの残り具合によって挙動が変わるっていうのが MPI の標準通信モードです。で、あとは絶対バッファするモードで、バッファ領域がないとエラーがするバッファ通信モードっていうのと、まあ、同期通信モード。バッファ領域が再利用できかつ対応する受信送信が開始されるまで待つって一番安全だけど一番時間がかかるモードとか、あとレディ通信モード、対応する受信がすでに発行されている前のみ使えて、それ以外はエラーというような、まあ、これが一番アグレッシブなモードですけど、これ4つがあるというのが実は、特徴になっています。で、今まで見てきた MPI センドってやつは、これはブロッキングで標準通信モードなんで、バッファ領域が安全な状態ならばで戻らないんですが、バッファ領域が取れる場合はメッセージがバッファリングされて対応する受信が起動する前にプログラム上に戻ってくるという動きをします。でバッファ領域が取れない場合は相手側の受信が発行されるまで待つしかないという、まあ、ちょっと複雑なモードになっているのがこの MPI センドなんで、注意してください。でそれに対して I センドっていうものがあって、これはノンブロッキングなものなんですけども、これも使い方としては基本的にはセンドと同じなんですが、まあ、一つ違いは、ここにあるリクエストっていう、型があって、まあまあ、これはセンドのまあ情報を、送出情報を入れていくような配列ですね。それをまあ指定する必要があります。でこれはですねノンブロッキングなんでバッファ領域があろうがなかろうが I センドですぐプログラムに戻ってくるんで、送ったこのセンドバッファっていうのがちゃんと送られたことが確認されないとこのセンドバッファにデータをコピーしちゃうと、通信が失敗するおかしいことになります。でそれでどうするのかなんですが MPI には MPI ウェイトっていうのがあって先ほどこうセンドの時に指定した I リクエストっていうものを、ここに与えるとですね、完全にその、配列の、送信配列の中身が、バッファに書き込まれるまでこの呼び出しで待つという関数があります。ですので MPI send もしくは MPI receive などに何らかの MPI wait が書かれているというのが非同期の、プログラムの書き方に、なります。で、ちょっと面白いことにですね、MPI send っていうのはこれノンブロッキングであるのはいいんですけど、これも標準通信モードなんですね。ノンブロッキングなんだけど標準通信モードってことは、すぐプログラム変えるんだけど、バッファがあればですね、相手のレシーブを発行せずに、MPI wait を呼んでもすぐ、MPI wait 返ってくる。要は受け取ったことは確認しなくてももう安全だから、バッファがある場合は、戻ってくるっていう動きになります。で送信バッファがない場合のみ相手側のレシーブが発行されるまで MPI wait 値を待たないといけないという、動きになるので注意です。あくまでもだからブロッキングノンブロッキングともにも標準通信モードで動くというところが、まあ、ちょっと面白いことになります。でまとめると MPI センドは、関数中に MPI ウェイトが入ってないような動きになっていて MPI I センドは、関数中に MPI ごめんなさい MPI センドは、関数中に MPI ウェイトが入っている、ものでして MPI I センドは、関数中に MPI ウェイトが入ってないというような、動きになっています。であとこれはですね非常に最初、まあ、初心者が間違えるものなので、まあ、注意のために書いてあるんですけど
すべてのプログラムで、なんかデータを送る場合に MPI センドを書いてから MPI レシーブを書くと危険なプログラムになると。で、理由はですね、MPI センドをすべてのプロセスが発行するとですね、世の中に1個もレシーブがないんで動かないことが予想されるんですが、標準転送モードのためバッファがあるような小さい問題の時にはバッファにコピーされて戻ってきて、レシーブが発行されて動きますが、大きい問題サイズになった瞬間に MPI センド中のバッファがなくなって、そこで止まります。相手側のレシーブが絶対世の中にない状態になります。だから、動いたり動かなくなったりプログラムになるんで、これは書いてはいけないプログラムになるんですけど、こういうことを知らないと普通書いてしまいます。最初でセンドして、後からレシーブすればいいやというふうに書いちゃうと、そうなります。で、これを回避するためには、例えば MPI センドレシーブっていうのがあって、それを使うか、絶対対応する相手がいるような、実装、例えばランク番号が2で割り切れるプロセスはセンドレシーブと書いて、それ以外レシーブセンドと書いて、相手を作れば絶対固まらないんで、そういうような書き方をする、どちらかしかないんですけど、まあ、これはちょっと一般的に注意することですので、まあ、こういうことに告げられる場合はちょっと思い出してください。で、あとですね、まあ、これもかなり特殊なんですが、メッセージを完全に受け取ることなく受信されたメッセージの種類を調べたいということがあって、あとはこれプルーブっていう関数があって、なんかメッセージの転送されたメッセージの種別を知ることができます。で、これはですね、まあ、全部受け取ると非常にバカでかい情報が送られてくるときがあって、それは受け取りたくないとか、まあ、実際に受け取るとすごい時間オーバーヘッドがかかるので、受け取る作業自体を、必要な場合はしたくないって場合に使うものです。なので、これをまあ必要があったら、プルーブというものがあって、使ってください。これも、ブロッキングのものとノンブロッキングのものがあります。プルーブとアイプルーブっていうのが、アイプローブっていうものがあるので、こちらを使ってください。で、あと、まあ、受け取ったメッセージ自体をキャンセルしたい場合に、MPI キャンセルというものがあるんで、こういうものも場合によっては使うと。でですね、先ほどのノンブロッキングの転送を、使ってですね、冒頭で示した最悪となるような通信パターンを書き換えることを考えるんですが、まあ、その時に最初にプロセス0番がセンドを発行してたのをこう I センドに変えるんですね。そして非同期にバーッと送ってしまって、まあ、それ以外はレシーブ0番からするレシーブに書き換えると。で、その後、MPI Wait で待つんですが、この待ってる間に A を使った計算を入れ込むと、まあ、要はセンドしてる間に、計算できるんで、通信時間が隠蔽できる可能性があるということになる。まあ、なので一般的にはなんかこんな形で、非同期通信を使う。非同期通信をして、終わった段階で何か計算をやって、この間に通信をするというのを期待して、ノンブロッキング転送を書くということになります。で、これがうまくいくと、先ほどのやつは、プロセスがセンドセンドセンドと置いて待ち時間なくして、何か計算して、MPI Wait で待っていて、全ての計算が終わると、まあ、そこで MPI Wait が返ってくるので、計算の待ち時間が、先ほどのスポットで示した例よりも削減されて早くなる可能性があるということになるので、こういうことを期待して、ノンブロッキング転送を書くと。で、これはまあ、いいんですけど、実はちょっとこれも落とし穴があって、ノンブロッキング通信には MPI アイセンドが呼ばれた段階で、本当にデータを転送開始しないとですね、まあ、効果を奏しない。まあ、当然そうですね。送った、アイセンドを送った時に、まあ、計算がオーバーラッピングできないと意味ないんですけど、実はですね、MPI の実装によっては、 MPI ウェイトが呼ばれるまで MPI アイセンドの転送を開始しない実装が、まあ、あるわけですね。その場合にはこれノンブロッキングの転送の効果が全くなくなってしまうと。で、その時にですね、これもですね、永続的通信っていうのを使うと、これも MPI ライブラリの実装に依存して、ノンブロッキング通信の、まあ、効果が期待できる場合があるので、まあ、よりこちらの方が実は通信と計算とのオーバーラッピングがしやすい、インターフェースになっているので、同じことをするんであれば、この永続的通信っていうのを書き方でした方がいいと、まあ、言われています。で、これは MPI-1 からの仕様なんで、まあ、大抵の MPI で使えるんですが、これ注意は、このパーティションと、この永続的
非通信の中身自体もちゃんと通信と計算がオーバーラッピングしてないと意味がないんですけども、まあ、少なくともこの同じような処理を書くときにおいて、永続的通信で書くと弊害はないと、まあ、元のセンド I レシーブよりも同等以上であるということが期待できるため、むしろ推奨する話になります。で使い方はですね、まあ、ほぼ一緒なんですが、これ通信を使うループの前に一度ですね、通信相手先を、まあ、指定する初期化をやって、その後、まあ、センドする場所に MPI スタートという関数を使うと、まあ、いいと。であと、まあ、同期待ちの MPI ウェイトの分は iSend と同じものを使えばいいということになります。でここで、まあ、一つの特徴は MPI センドユニットっていうので通信情報を設定しておくと、MPI スタート時の通信の、まあ、内部的な情報設定が行われないために、高速化が期待できるということになります、まあ、ただしちょっと制約があって、これは通信ごとに送り先が毎回変わるようなものには使えないと。だから例えば0番のプロセスは常に1番に送ってるみたいな、ような計算だと、これが使える、まあ、だから永続的ということです。しかしこれ結構適用範囲が多くて、まあ、普通領域分割に基づく用途解放は0番は1番に送ったりするので、1回、プログラムの入る前に通信方式は相手先は確定するとか、まあ、用途解放のうちの反復解放だって、まあ、結局素行列情報を持っていて、その素行列情報が足りない場所にデータを送るんですけども、まあ、それは決まっているので、適用できる比較的適用範囲が大きい方法だと、まあ、言われている。で使い方自体は、先ほどの例を比較ですけどそんなに書き換えるところはなくて、まあ、最初に MPI センドユニットと書いておいて、あと MPI スタートと書く、ここを書き直すだけで動いてしまうので、まあ、そんなに苦労せずに書き換えることが、できます。で場合によって、まあ、こちらで、先ほどの例は書いた方がいいということです。で、まあ、以上がですね、まあ全ては網羅していませんが、いくつかの実例とかですね、今比較的よく使うであろう MPI の通信の非同期化等を踏まえた例を紹介しました。で、まあ、まあ、これレポート課題、これはまあ、確認のために後ろにある課題等を見ていて、まあ、興味ある方はやってみてください。で、まあ、以上で今日の内容は終わりにいたします。はい、どうもありがとうございました。では、今から質問の時間に、していきたいと思います。質問あるところは声を上げて、していただければと思います。盛りだくさんでしたので、遠慮なく聞いていただければと思います。いかがでしょうか。ちょっと私の方からもう一度ちょっと、並列化の注意のセンドとレシーブのところもう一度説明していただいていいですか。この注意のところちょっと私もちょっと90ページのところですね。これあこれですね、はい、これはですねちょっと口で早口で言ったんですが、書き方として最初に MPI センドを書くと、はい、で次、MPI レシーブを書くという書き方になっていることを考えますと。その時にですね、通信バッファーがあれば標準転送通信モードからですね、まず先導のところで全てのプロセスが、通信バッファーにデータを書き込んで戻ってきますね。そして次はレシーブを発行するので、全ての通信が実は行われていてレシーブができるということで動いてしまうわけですね。先導とレシーブ、これ何も書かず世の中全体が最初先導を読んで次レシーブ、ただし、内部 その通信バッファーがないような大きいセアで送るときは先導を読んだ瞬間に通信バッファーがないので相手側のレシーブを待ちますと。だけど世の中1個もレシーブが呼ばれてないのでそこで止まりますということになって、まあ、MPI 的には書いてはいけないプログラムになると。で注意なところは小さいサイズ、デバッグとかしているような小さいサイズの時には MPI センド、MPI レシーブと書いても動いてしまうので動いた気になるんですが、あるところから動かなくなると困るということになって、それの困った理由は自分が書いてはいけないプログラムを書いていたということになる
というのが一つで、とあともう一つは先ほどから言っているように NPI のデフォルトが標準通信モードであると。バッファがある場合はバッファに書き込んで相手のレシーブとかを待たずにプログラムが戻ってくるということで、この NPI センドというのはブロッキングの通信なんですけど、いわゆる我々が考えるブロッキングにはなっていない。バッファがある場合は実は非同期に動いていることになるので、 NPI のブロッキングというのは実は同期ではないということに注意しないといけないという例ですね。はい、はい、ありがとうございました。他いかがでしょうか。じゃちょっとまた私の方からちょっともうちょっとついでにこの、もうちょっと通信モードの種類が4種類あるという83ページにありましたけど、この3番の同期通信モードというのはどういう関数で、どういう例があるのか。関数には多分 B がついてるやつだと思うんですけど、MPIB なんとかってやつで、絶対バッファ領域を使うっていうやつです。で、4種類あるんで、基本的に先導は一番上で、下は同期は B じゃなかったな、ちょっとごめんなさい、B、多分2が B なんですけど、要は先導に対して4つの先導が絶対あるんですね。だから実は4倍あるということで、それぞれごとに名前が変わってあるということになるので、3番やとなんかバッファ領域再利用できてちょっと良さそうなことが書いてあるんですけど、ちょっと良さそうっていうか絶対バッファ領域にコピーして、まで戻りませんよって言っているので、一番こうなんていうか安全側に倒れるもので、実行時間は当然一番遅いもので、なるべく使わない方がいいんじゃないかと思えるんです。普通バッファーがあれば当然バッファーに書き込んで戻っていく方がいろいろ便利ですから、これがいいんでしょうけど、ということでデフォルトになっていると。まあ性能的にはこれは当然ながら良くない、最悪エラーですよね。バッファーが再利用できなくなる、ずっと止まっているということになるので、はい、はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。じゃあ豊中から。先ほどの鮮度とレシーブのところの話なんですけど、はい、そのデータの量が小さいと鮮度レシーブで書いても動くっておっしゃったじゃないですか、はい、それはなんでなんですか。バッファーがあるから。あ、それだけ。バッファーをコピーされればそこに、要はプログラム上絶対上書きされないんで、あとはその書かれたバッファーを MPI が送ればいいだけなんで、大きくしちゃうとそもそもでバッファが空いてないんで書き込めないから待つしかないということになるので、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。じゃあ豊中からまたあります。すみません、先ほどのその並列化の注意のところでランク番号が2で割り切れるプロセスは鮮度、ああはいはい、それ以外はレシーブ鮮度っていうのはそのプロセスというかランク番号ランクごとに違うプログラムを書いてコンパイルしないといけない、まあ、これは2で割り切れない数だとダメなんですが、これ if 文書いて if 文自分の前ランあの番号は2で割り切れたら send レシーブで else だそれ else と書いてそれ以外だレシーブ send ですとそういうプログラムを書けるんで、まあ、if 文で切り分けてこう書くっていう、まあ、やり方で相手を絶対作ることができるっていうことですね、はい、まあ、書き方はおそらく if 文で切り分けるってことだと思うんですけど、はい、ありがとうございます。はい、はい、他いかがでしょうか。ちょっと質問いいですか。はい、どうぞ。あ、すいません、多分ページ数は72ページになると思うんですけど、はい、あ、73、これが73、1個前ぐらいになんかこうあ、その図ですね、はい、それでその
T480、T4 というのが圧倒的に速くなっていて、で、まあ、見た目的には急に大きくなったように思えるんですけども、1個はそれはなぜかというのが1個目で、で2個目はこの T2 とか、もしくはあのハイブリッドなしとか、そういうのは可能なんですかっていうのがそうです。あ、はいはいはい、ちょっとあの簡単な方から答えると、T1 はこの環境では、あのメッシの T1 になるほどピュア MPI になっていて通信が多くなります。そしてこの環境だとなんか MPI の、通信バッファーエラーっていうので動かなくなって単に動かなかったっていうことで、ただしですねこれ同じことを KNL でやったら動きましたから、あのまあ多分これシステム設定で、まあ、そんな汎用的なも話ではなくて単にバッファーオーバーフローが起きるような、状況だったので動かなかっただけで、今の KNL とかだったら T1 まで動きますっていうのが一つなのと、あとこれがですね、あの実装変更で T4 が速くなった理由はよくわからないっていうのがあって、これはなんかいろいろ全部調べたら、これが速いわけでもないんですね。っていうのはオリジナルっていうのは T48 の T4 の、やつが一番、基準になってるので、一番速かったのはちょっとどれか忘れ、あでもこれかもしれないな、なので最速であるちょっと保証はないんですが、多分これではなくて、あのなんか何か知らないけどこの状況で非常に遅い状況になりました、この実行だと。なので改善率が一番大きかったってことになるんですが、ただあのプロファイルを取ってないのでわからないっていう感じですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。ちょっとまだ私の方からあのちょっと最初の方の、13ページのところですね、あの通信ボトルネックで通信量が使用な場合にあの RDMA というのを使って、はいはいはい、これっていうのはどういうものですかね。これハードウェア的にですねダイレクトの、相手先のメモリに書き込むような、まあ、機構があるんですが、それをダイレクトに、まあ、使える API が提供されていることがあります。で、これはあの一部 MPI の、最新のバージョンでもなくそれに対応したようなものが出てるんですが、それをやるとですね、結局何が、まあ、一言で言うと私の理解で言うと、あの MPI を通すと内部にいろいろ先ほど通信バッファーとかありますよね。そういうような無駄なコピーがシステム上増やさざるを得ないことがあります。それに対してリモート RDMA を直接使うとですね、そういう内部的なコピーをなくすことができる、いわゆるゼロコピー転送的なことができて速くなるために、こういうようなローレベルの、インターフェースを使うと速くなることがあります、まあ、ただし当然ながらあのコーディングのコストは上がっていくのと、計算既存になることがあるので、まあ、こういうことがあって、かつあのこの RDMA の API が提供されていて、かつあの、まあ、プログラミングのコスト上がってもいいから何とでも早くしたいという人はやってくださいということになる最適化です。これを使うというのは、はい、なんかプログラムをやっぱ書き換えて使うということに、あそうです、あの専用の API を、使って通信のところだけ書き換えることが必要になります。ただあのそんなにそういう意味ではむちゃくなんというか、あの親和性 MPI と親和性がないかというとそういうことではないんですけど、違う書き方をしないとダメ、うんという意味ですね。はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。じゃあちょっとまた私の方から、ちょっとこれはぶっちゃけ話的なんですけど、はい、この KNL を使った感触的なものとして、KNL。あ、KNL ですか。はい、使って。これ KNC しか今データ、実はあの、まあ、今いろいろ論文とか書いて出してないですけど、はい、感触としてはですね、あのチューニングをすると、ハードウェア性能に見合う性能が出るというのが、一つですけど、多分皆さん知りたいのはチューニングしなくても出るのかっていうところですけど、やっぱチューニングしないとですね、ハードウェア性能よりも 数倍っていうか、あの例えば4倍ぐらいメリットがあるところで、まあ、3倍とか2倍しか出ていないことがあります。で、先ほど示すような、ループ分割とかループ融合とかを駆使して最大のいいコードを出すと見合うものが出ていまして、うん、でこれまあやりたくないんですけど、実はあの、まあ、オートチューニングを研究してるんで、もう全部自動で調べるプログラムある
ですね。なので、それで比べたときに、それぞれの KN、例えば G4 の、IB ブリッジとかに、IB ブリッジとかブロードウェルに対してのハードウェア比率で見ると、チューニング済みのコードはだいたいハードウェア比になっていたということで、結論はちゃんとチューニングすれば、見合う性能が出るのであろうという感触は得ています。はい。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。だいたい時間に近づきましたけど。では、だいたい時間ですね。これで、終わりたいと思います。これで5回、講義をしていただきました。片桐さん、最後拍手で持ってお礼したいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。